愛媛県 YouTuber 拡散計画。はい、ということで、個人チャンネル第2弾。第2弾は、私は、愛媛県に YouTuber を増やしたいというのが目標でございます。一緒にしようっていうよりも、こうやりたい人おるんちゃうかっていうこと、なんかこう特技を持っとったり伝えたいことがあったり、ね、将来に不安があったり今の仕事がうまくいってなかったりね、まあプラスアルファの副業としてとか、いろいろあると思うんですけど、何かしらの、お役に立ちたい、お役に立ちたい、っていうのが一つあります。まあ全国的にはね、特に東京、大阪、いっぱいいますよ、YouTuber さん。ね、ウームだけでも9000人ぐらいね。そうやって考えたら、やっぱりね、愛媛県からももっと有名な人が生まれるべきやし、おそらく金の卵が眠ってるんじゃないかなと思ってます。で、実際のところどうやってなったらいいのとか、ね、どうやって編集してるのとか、そういうところをハテナのまま終わらせる方が多いんじゃないかなと思いますんで、ぜひともその方の協力をしたいというのが私の考えでございます。事務所を作るわけじゃないんで、ね、PV のナンパがちょうだいよとかね、プロデュースするからお金ちょうだいよとか、そういうこと一切ありません。ただただ愛媛県で YouTuber になりたい人を募集したい。そして、俺の個人的な考えないけど、未成年の方はごめんなさい、自立してる方の中でやりたい方がいらっしゃったら、ぜひともですね、コメント欄の方にね貼っていただいて、で、連絡を取り合って、ぜひとも YouTuber デビューをしてもらいたいと思っております。まあデビューだけならスマホ1台あったらできるんで難しいことではない。ただ凝った編集しようとしたり、凝った映像を撮ろうとしたら、やっぱりそれなりの機材が必要になるんで、ある程度の軍資金が必要になります。はい、まあ、軍資金がないから始めるっていう人もおると思うけど、そういう人は、まあ、手軽にスマホからやっていったんでいいと思いますので、はい、数年後には金の卵が生まれてるかもしれない。まあ愛媛県にもね、金の卵いっぱいいると思うんで、ぜひともそれを育てていけてお手伝いができたらなと思っています。具体的にどれぐらいまでお手伝いするつもりなんですか？例えば、もう編集の仕方を一通り見せるとか、そこぐらいまでやるんですか？全然いいよ、教えてください。俺が分かる範囲であれば、まあ、確かにその辺ちょっと不安ですよね。何もやったことないのに編集の仕方とかって全然分かりませんからね。そうなんです。で、まあ、今 YouTube とか本とかいろいろ出てるけ、それ見りゃできるんやけど、それ見ても分からん人は分からんだよね。実際に目の前でやってくれて、こうやってやるんよって教えてもらって初めてできることなんで、本当に一歩踏み出せない方の、背中を押したい、っていう気持ちと、あと一つだけね、分かっておいてほしいのは、 YouTube で収益を得ようと思ったらすごく大変なことだと思います。さらにそれで生活をしようと思ったら本当に大変なことだと思うんで、舐めずに頑張ってくださいと。ね、俺ももう8年間やってきたけど、まあ今これだけで食っとるわけや、これだけで食っとる状況の人間からして本当に大変やと思う。寝る時間を惜しんで企画考えて撮って編集して、ね、それを、まあ、今なら毎日アップロードする人も出てくるとるわけよね。本当に休みもないし、大変な作業になると思いますが、皆さん夢を叶えたい人がいらっしゃいましたら、ぜひとも私の方にご連絡をください。 Twitter の方でもいいですよ。 Twitter もやってるんで下のリンク貼っておきますね。はい、ということで、五郎チャンネル紹介動画になるかな、これからどんどんこういう動画を撮っていってね、皆様のお役に立てればと思っておりますので、よろしくお願いします。